はいどうもー、ワッキーでーす。さあ、今日の動画はですね、ワッキークッキングでございます。久しぶりじゃないですか。久々でございます。やっぱり我々こういうご時世だからね、自宅で作る料理もちょっとお届けしたいですし、でしかも今日はですね、特別な回ですよ。特別な回です。以前さ、俺が考えた脇丼っていうのを作ったのを覚えてる？去年生放送でやってました。そうそう、がっつりスタミナの、まあ男飯なんだけど、まあ、なかなかに好評でさ、視聴者さんもなんか真似して作ったよっていうのをツイッターで上げてくれたりもしてたんだけど、で視聴者さんからいろいろリクエストがあって、新しい脇丼作らないんですかと、なんかそういったね、あのお声メッセージがねたくさんありまして、え、皆さんお待たせいたしました。今日は脇丼2でございます。うわ、来ましたね。2です。でもここ見えてるでしょ。もう準備してありますんで、まあ、玉ねぎもカットしました。でこれが豚こま肉の大体450g、だから1ポンドかな。でこの辺各ね調味料がいろいろあるんですが、でね、やっぱり脇丼前回はさ、ニンニクの芽が特徴的で、で真ん中に卵黄を落として豚そぼろ肉を使ったんだよね。あ、そうですよね、うん、で今回のポイントは豆板醤。これがポイントなんですね。豆板醤でちょっとピリ辛に、で相変わらずニンニクもあるんだけど、まあ、今回ちょっとこのチューブの方を使わせてください。でワッキークッキングではめったに使わない鶏ガラスープ、これもね使います。でさ、俺定食屋さんとか行くと肉野菜炒め好きなんだけど、ちょっとね味噌が入ってるのがご飯がものすごく進むんですよ。あ、確かにそうですよね。そう、ちょこっと入ってるやつがね。で今回ちょっと味噌も買ってきております。それで今回味噌があった、はい、ちょっと味噌もね使いますんで、で料理酒にみりんを使って、でちょっとねごま油も使います。でこのさ、角屋のごま油ってさ、これ今まで瓶だったと思うんだけど、これプラスチックになったんだよね。お、本当だ。まあペットボトルか。で前回の脇丼と違うところは鉄鍋で作るという、これかなりでかいポイントですよね。もうあれ以来この鉄鍋かなり僕育ててます結構作ってます。まああんまり動画では発信はしてないんだけども、だいぶね油が鉄鍋に馴染んできてるから、かなり炒めやすいのかなっていう感じですね。でもちろんご飯ももう炊けてますので、どうですか今これらの説明を聞いて、あなたの腹ペコ指数はちょっとずつ上がってきてんじゃないの？いや、ちょっともうやばいです。あ、もうやばい、もうやばいです。早いよ、早いよ。まだ何も作ってないよいや、ちょっとこれはもうたまんないです。じゃあ今日これで終わりにしようか。あ、ちょっと若木さん待ってください、ここからが大事なんですから。じゃあっていういやいやエプロンもしてんのにねいや、これだいぶいいでしょう、この光沢具合というかさ、黒光りしてます ね。あ、ちなみに初めて見たという方、僕IH あるんですけど火力が弱いもんでして、カセットコンロでやってますんでご了承くださいなかなか珍しいスタイルですね初めての方はね、何やってんだこれって思ってるかもしれないけどまずごま油大さじ2分の1ぐらい。鉄鍋でごま油使うのは初めてだな。あ、初なんですね。うん、ごま油は初めて。で、ニンニクを入れます。ちょっと最初炒めます。炒めるか、香りをつける感じかな。いきましょう。はい、ちなみにニンニクはめちゃくちゃ跳ねますので、これを使います。これ知ってる？これシールドですね。そうそう、こういうやつ、これおお、これをここにじゃじゃん。あ、これいいですね。先にやれよで、ここで玉ねぎ入れます。あー、いい香りだね。ごま油とニンニクが最高だよね。最高です。香りがすごい、すごいね。馴染んでますね、すごい動きが。おお、すごいすごい、はい、こっちのカメラ目線でいけるよおノールックで。おお、すごい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 でもやっぱり鉄鍋だとさ、火の通りが早いから時短にもなるね。まあいいですね。でこの辺になったらもうね、豚肉入れちゃいます。もうまんまで。もう一気にいきましたね。男の料理でしょ。いや、それにしてもこれかなり量多いまあ余ったら冷蔵庫で味は落ちちゃうけど、早めに食べればいいかなっていう。あと、ちなみに今これ失敗点がありまして、このこま肉、豚こま肉、最初からこうやってバラしとけばよかったかなりちょっと渋滞してますね、これ。ちょっと失敗しちゃいましたね。まあ、見てる人はね、これダメな例ということで。でも視聴者さんもこういうのもちょっと見たいんじゃないですか。あ、そうなの？わかんない。
わかんないですけど。やっぱ鍋の返しがやっぱいいですね、これ。で、今火が 80% ぐらい通ったので、これで一旦火止めまして調味料入れていきます。で、まずみりんです。大さじ1だけど、もうちょい入れる。肉の量が多いから 1.5 ぐらいしとくか。あと料理酒、ちょっと旨味をプラスして、鶏ガラスープの素と目分量で、味噌はね、有機栽培の味噌を使います。これまたいいやつですね。ちょっといいやつです。これちょっと新しいスプーンで使います。これが一緒でしましょう。味噌入りました。豆板醤、あと醤油入れたいんだけど、炊き出し醤油使います。うわ、ここで来ましたね。はい、これ大さじ1なんで、ちょっと肉の量多いから、1.5 にしておきましょう。で、あと水を大さじ2入れます。少しこう、煮詰める感じかな。2.5 にしておきましょう。で、ここからこの中華おたまを、ここで登場するんですね。早く使えようって。はい、こっちです。ここからはもう調味料をこうやって全体に馴染ませる感じで、ぐつ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 煮込んでいく。いやー、ワッキーさん、これ前回のワキ丼とやっぱ違いますね。前回と違うのよね。さっき入れた水がある程度蒸発してきたら、まあ、完成になるんですが、これ気持ちにもうちょいニンニクをちょっと入れてもいいのかなっていうね。今回ちょっとニンニク少なめなんで、で、今回のワキ丼は再現性がかなりあるから、これぜひね、あのご家庭でやってみてほしいなと。それではお肉は完成です。で、ここで丼にご飯を入れてお肉乗せたいんですが、今回はね、ちょっとご飯もこだわりたいなと思ってまして、まずこのボールありますね。で、このボールにご飯を、まあ、1人前の量入れていきます。コーンを入れます。あ、ここに入れるコーンだったんですね。コーンバターご飯、うわ、最強じゃないですか。いいでしょう、はい、で、中の汁を出しまして、ここにコーンをもうバーバーといっちゃいます。うわ、こんなもんしときましょうか。ちょっと多めでもいいけどね、うん、はい。で、ここにバターを、こんなもんしときましょう。あんまり入れちゃうとね、コレステロールが。で、スプーンで、で、ここにお肉乗せます。いいでしょう。わ、めちゃめちゃうまそう。で、最後万能ネギを散らして、え、ということで、ワキ丼2の完成でーす。じゃじゃん。これどう、ゆっち、調理風景見ててさ。いや、わけだ、これもうたまんないですよ。たまんなかった。今回はもう調味料多く使ってるから、かなりこだわっております。いや、これは味気になりますね。いただきます。あ、無言でご飯いっちゃうんですね。あー、最高にうまいです。あの豚肉もね、すごく味が染みてて美味しいです。玉ねぎもいい感じで気持ちいい。もうちょっと味噌多く入れてもよかったかもしれない。バターコーンライスがもう最高にうまいです。真ん中にさ、卵黄を落とそうかなとも思ったんだけど、あまり前回と被らないようにニンニクの芽もあえて使わないで、卵黄もあえて使わないで、ピリ辛具合もね、もうちょっと欲しいかなと思う。あー、でも肉は結構今回多かったですね。そうだね、肉の量が多すぎたんで、味噌と豆板醤をもうちょっと多めに入れた方がもっと美味しいかなっていう感じですかね。うん、でも一発目にしてはもう本当に美味しいです。
これもあの子供とかでさ、しかも運動系の部活やってる学生だったらもう最高だと思うよ。学校のお弁当とかにもいいかもしれないですね。あ、弁当にもいいかもしれないね。うまい。ゆっちも食べたいでしょ。いやもうちょっと、もう我慢の限界来てますね。もちろんお肉余ってるから、これ調味料もちろん足して作り直して食べてもらうよ。あ、さらに修正加えて。修正加えます。いいんですか。いいですよ。じゃあちょっとゆっちも食べてみてよ。でこれさっき俺が食べたやつよりも調味料を足しました。いやこれはうまいと思うよ。うんまっ、うん、でほら米いっちゃって、ほらバターコーンライスどうですか。なぜだこれ半端ないです。これ半端じゃない。もう一回わき丼2です。うんまこれ。ちょっと味噌のコクとピリッとしてるのがいいですね。でそのピリッとしてるところにこのバターとコーンのライス、これたまんなくなってこれ。やばいこれ。うまいんですよ、これ店やりましょうよこれ。店の味がする。これお店行きますこれ。マジか。はい。ゆっちに資金を投資してもらおうか。あ、青木さんそこちょっとすいませんでした。なんでやね。お金の話になったら急に。でも味はもう間違いないと。味は間違いないですこれ。お店で出てもおかしくない。腹ペコ男子の聖地になりますこれ。これうまいなこれ。うまいでしょう。すごいこれ。まあ新しい豚丼じゃないけどね。今回が一番調味料をこだわって、作りましたんで、特にさ、俺鶏ガラスープの素とか使わないからね。いや、そうです。初めて見ましたもん。まあ、そうみシャンタンばっかりだからさ、まあ、あれかけときゃいいだろうみたいな感じだったんだけど、あと、料理酒とかみりんもそんなに普段使わないから、あと、味噌か、は使わないから、から今回は数々の調味料をプラスして、まあ、旨味とコクを足して、まあ、あと失敗した点は、ちょっと分量だね。ちょっと肉の量が多すぎたから、ちょっと分量が少なかったので、まあ、今回の一番のポイントは、豆板醤とお味噌。あとは、バターコーンライス。まあ、普段から調理されてる方だったら、どのご家庭にもあると思いますし、まあ、独身の方だと、ちょっと調味料がそんなにないなっていう方は多いと思うので、まあ、今回僕が使った調味料をね、まあ、全部使わなくてもいいと思うんですけど、まあ、ぜひね、美味しく作っていただけたら嬉しいなと思いますし、あとやっぱり豚肉どっさりニンニクも入ってるから、ビタミン B1、もう免疫力も上がるし、ニンニクもちょっと入ってますから、抗酸化作用もあるし。で、ゆっちあれだったもんね、もう一瞬でなくなったもんね。もうペロリでしたね。ね、早かったですね。瞬殺だったね。まあ、自分でもびっくりです。でもこれだけで言わせて、俺あなたのパパでもないし、ママでもないからね。お願いしますよ。はい、ということで今日は最後にですね、このチャンネルワッキー TV のステッカーを差し上げたい方がまた何人かいらっしゃいますので、ご紹介させてもらえたらなと思います。前回ステッカー差し上げますっていう動画が大阪王将の餃子の動画だったんですけども、その時にいただいてるコメントで、みつる藤井さん、まあ、藤井みつるさん、ワッキーさんの一人焼肉動画から食レポ動画にハマりました。1年前には大腸がんが見つかり、肺骨に転移してました。今は抗がん剤治療を続けています。主治医は何を食べてもいいよと言ってもらってますが、体が受け付けなくて困っています。ちなみに今55歳です。がんになるまで健康そのものでしたが、血便からがんが見つかりました。ワッキーさん、ユッチーさん、くれぐれも体を大切に、食べ過ぎないようお仕事してください。体に良い食材の食レポなんかしてほしいな、楽しみにしていますと。まあこれも前回同様、そのやっぱご病気を患っていて、このチャンネルを見てね、なんかこう励まされてるというか、元気もらえてるっていう方ですよね。で、次の方は、アンさんという方ですね。今週1週間は様々な検査週間、ずっと食事制限が食べられない日があり、苦痛でした。検査も終わり、食べられる幸せを感じ、感謝しながら食べました。ずっと元気でいられるように、ステッカーを私の宝物にさせてください。ずっと応援しますっていうコメントですね。こちらの方もちょっとあれかな、検査とかね、食事制限とか書いてあるから、ワッキー TV のステッカーが少しでもね、なんか励みになればなって思ってます。で、続いてはね、テンツピリルさん、この方はね、かなり長文で来ておりまして、私も病気で、ワッキーさんが健康は食から健康に生んでくれてありがとうっておっしゃっていて、本当にその通りですよね。私は今食べたいのに食べられない、
精神性無色障害かっこ拒食症なんです。食べたいのに顎変形性って病気もあってかっこ手術をすれば治るのですが低体重なので NG、前歯の噛み合わせがないため前歯で噛み切れないし、左側の奥歯で噛んでます。せっかく食べても胃が食べ物を受け付けない時もあり1日1食食べるってすごく疲れるんですよ。現在週2回点滴治療しています。体重は20キロ身長は149センチ骨と皮だけで歩くことも食べることも困難なんですと。今に至るまでいろいろあって11年前に主人が亡くなってからかな3食食べてるのに半年で12キロ痩せちゃってそれから夜中に吐き気で目が覚めてトイレにっていうね。でこちらの方ね昨年還暦を迎えてるということで、うん、ワッキーさんが食べてるのを見て羨ましいなと思ってます。これからも美味しそうなグルメ動画楽しみにしてます。ステッカーって書いてあるんですよ。それ可愛いなと。ちょっとつぶやいてる感じで。いやちょっとね感慨深いですよ、うん、これは。で続いてはサチョコさん。ワッキーさんの動画を初めて見たのは3年前くらいかな。シェイキーズで食べてる動画を旦那に教えてもらって、そこからドハマりしましたと。これシェイキーズの食べ放題ってね多分ね5年前ですよ。かなり前ですね。結構前です。もう初期の初期。前の事務所での朝ごはん風景や湧き照り放送局大好きでした。あー昔やってたんですよねこれね。チャンネル登録者数が増えることはとても嬉しい反面手の届かない人になっていく感じがして寂しい気持ちもありました。そんなことないです。全然めちゃくちゃ手届きますから大丈夫です。でもこれからも旦那と一緒に応援していきますというコメントですね。ありがとうございます。いやー嬉しいですよこれは。で続いてはですね、あれわけさん今日多くないですか。今日ちょっと多めな多めな回なんですね。多めな回です今日は。リエさんね、この方はまあ毎回コメント長文でいつも書いてくれてる方で、ワッキーさんユッチーさんお疲れ様です。でちょっと割愛させていただいて、ステッカーゲットされた3名の視聴者様おめでとうございます。私もいつかゲットできると良いな。ゲットできたら1枚は額縁に入れてお部屋に飾り、もう1枚は肌身離さず持ち歩き用かっこ私のお守り、残り3枚は友人に配って宣伝します。私の親戚もワッキー TV をおすすめしたらワッキーさんの動画を見たらしく最近チャンネル登録したみたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントは恥ずかしいから書いてないけど毎回見てるよって言ってました。遡ってホテル動画も見たらしく今はこんな状況だから旅行に行けないけどワッキーさんの動画見たら旅行した気分になれたって喜んでました。そういう周りの声を聞くと私もファンとして嬉しいし、私が宣伝した人がさらに他の人にも宣伝してくれて、ちょっとずつかもしれないけどワッキー TV ファンが増えて行ってくれたらいいなと思っていますと。心温まるでしょこれは。いやそうですねこれは。ほっこりですよもう。で次の方で今回最後にさせていただきます。これはこの前の米田コーヒー店の時の動画にいただいたコメントです。マリモさんという方ですね。生後3ヶ月の娘がワッキー TV を見て爆笑してました。これはどういうこと？いや、これ、面白くて笑ってるのか、はい、それともなんか俺が変な顔してるから笑ってるのか。あ、コメダのあれじゃないですかね、このデザート一キュってやつ。あ、これですか。笑顔のやつ。あー、嬉しいですね。親子で応援してます。いつかワッキーステッカー手に入れられる日を心待ちにしております。それが、今日になりました。はい。今回は5名の方ですね。まあ、今回はね、いつもよりもちょっと人数多めなんですけども、下の概要欄にワッキー TV のフリーアドレスがありますので、今ご紹介された方、このハンドルネームっていうんですかね、YouTube ネームっていうのか、この名前を書いていただいて、メールを送ってください。で、そのメールをいただいて、で、こちらからお返事をいたしますので、その時にお名前とご住所と、まあ、送り先ですね、そういった諸々の詳細を送っていただけたらなと思います。だからゆっちあれだよ、このチャンネルはさ、やっぱこう体が不自由な方とかね、ご病気を患ってる方も見てくれてるし、まだ生まれて間もない赤ちゃんも見てくれてるという。どうなのゆっちこれ。いやすごい嬉しいですよね。嬉しいよ、はい、いや僕も頑張らなきゃダメですね。もうちょっと編集も面白おかしく見ていただけるように。面白おかしく、はい、おかしくの部分が難しいですこのチャンネルは。そうですね、うん、いやそこもいろいろ工夫しながら。あ、そう。それは何、編集でうまくできるもんなんですか。任せてください。任せてください。本当かよ。ということでございまして、コロナ禍でねまだちょっとこういう状況続いておりますけれども、このチャンネルがね少しでも励みになれば、あと楽しんでもらえたら幸いでございます。動画が良かったら高評価ボタン、あとまだチャンネル登録してない方いらっしゃったら、チャンネル登録していただけると励みになります。今日作った豚丼、脇丼2もですね、皆さんぜひ作って食べてみてほしいと思っております。それではまたね。